はい、こんにちは、スプレーアートのめちゃんです。ということで今日はいろんなものにスプレーアートで描いてどういう結果になるのかっていうのをやっていきたいと思います。これがまあいつも普通に描いてる、まあ、ボール紙みたいなやつ、まあ、みんな知ってる普通のコピー用紙、ビニールに同じのを描いてどういう結果になるのか見てみたいと思います。ということで、まあ、地球に、まあ、いつも通り簡単に、うおー、スマイルハッピー、これビニール絶対火使えないな。これで入って黒、分かりやすいように黒、3、2、1、ダン。おおほう、これがいつもの紙。じゃ次はね、コピーペーパー。同じ、あ、ダメだな。中に湿ってっちゃう。普段より多めに、ほらほらほら、スマイルかけたけど。で、ほらほら、色が。おぉ、混ざらない。で、これでちょっと一回黒にして、同じようにして、3、2、1。おお、どう？後ろこんな感じ。めっちゃ透けてる。これはこれでね、綺麗。3つ目、俺もどうなるかわからない3つ目。これはね、火は絶対ダメだな。多分ね、もうね、やる前からわかる。これ綺麗になる。あ、これね、これめっちゃ綺麗になる。ほら。おお、おお、全然違う。火はやめましょう。火はダメだね。ほらほら、火はダメ。火は絶対ダメ。ビニールはね、もう絶対火ダメだね。もうやる前から。これでいつも通りパッパッパッ。3、2、1。おお、やば、綺麗。どうですか？裏側こんな感じ、表こんな感じで、置くとこんな感じ。コピー用紙、普通の紙、プラスチック。みんな絶対やっちゃいけないけど、紙だと火やるとさ、案外燃えない。これを燃やすとどうなるのか。多分絶対終わりだと思う。ほらほら、絶対プラスチックに書くときはファイヤー絶対ダメ。さようなら。はい、ということで1番2番3番、どれが良かったかコメントでお願いします。 OK、 ということで楽しんでもらったらチャンネル登録と高評価お願いします。アディオスアミゴス。